Hey guys, it's Saru. 今回は3ヶ月で達成できる TOEIC 900点取る方法を紹介していきます。タイトルを聞いて3ヶ月で TOEIC 900点取るとか可能なの？なんか留学とか特別な方法があったに違いないと思った人もいるかもしれません。でもそんなことはなくて、誰でも取ることができます。そう、今この動画を見ているあなたでも。僕自身は大学1年生の12月に TOEIC 900点を達成したんですけど、9月、10月、11月のたった3週間の学習期間で TOEIC 900点を達成しました。はいはい、どうせ留学とかしたんでしょ、もともと英語ができたんでしょと思う人もいるかもしれませんが、未だに留学もしたことないですし、高校3年生の3月に受けた TOEIC の点数では280点を叩き出しました。これ初めて言うんですけど、実は僕はもともとゴリゴリの体育会系で、小学生から高校生までバスケットボールをしていて、中学では県代表で全国3位、高校も強豪校で特待生として入学していて、1年生からレギュラーとして出ていました。なので英語劣等生で英語とは無縁だった僕でも、たった3ヶ月の学習期間で TOEIC 900点を達成することができたんですね。今日はそんな僕が TOEIC を受け始める前の基礎作り、使った教材、学習法、この動画1本で TOEIC 900点までの過程を全てカバーし、理想論とかこうやればできるよとかではなく、全て僕の実体験である事実ベースで話していきたいと思います。最初に TOEIC の学習を何から始めたらいいのかを話した後、どういった手順で TOEIC を学習していくのか、何の教材を使ってどのように学習していくのか、これを説明していきたいと思います。もしこの動画を見てる優秀な皆さんが、今すぐ TOEIC で高得点を取って他の人と圧倒的な差をつけたい、もう TOEIC の学習で無駄な時間を使いたくない、 TOEIC 900点を取ってこれからの人生の選択肢を増やしていきたい、そんな風に思っているのであれば、今回もとても貴重な話をしていきます。ぜひ最後まで見ていってください。あと今回紹介する方法以外にも、英語学習法を YouTube で誰よりも分かりやすく体系的に紹介していて、コスパ最強の動画をこれからも見逃したくない人は、今のうちにチャンネル登録しておいてください。それではスタートします。実際に僕が TOEIC 900点を取るために使用した教材と学習法を紹介する前に、この表にある手順1と手順2の英語の基礎を、実は前回の動画で話したように3ヶ月で徹底的に学習しました。ここからはちょっと僕の実体験を話すんですけど、2ヶ月で聞く英文法30週以上、1ヶ月間で基礎英単語帳30週以上、発音練習毎日10分をしました。この3ヶ月の基礎学習で英文法の基礎を学習し、高校までの単語と発音記号と音変化のルールを学びました。学習時間でいうと、当時学生というのもあって、1日8時間から12時間ぐらい学習していました。他の新入生が新入生歓迎会とか行っている間に、僕は一つも行かずに地道に勉強してました。まずは片道2時間の大学に4年間通っていたので、毎日4時間は通学で自動的に学習できていました。そして授業の空き時間に3時間くらい毎日勉強して、家に着いた後2時間くらい勉強していました。これで合計9時間なんですけど、休日は家だとサボっちゃうので、土曜日もあえて1コマ授業を入れてました。というのも通学は定期なので、通学時間4時間を取るためだけにあえてそうしてました。1コマの授業が終わったら図書館が終わるまで8時間くらいいたと思います。家でも少しはしていたので、休日は12時間を超えていたと思います。一つ今振り返るとやばいなーっていうエピソードがあって、駅から大学まで15分くらい歩かなきゃいけないんですけど、1年生の12月に TOEIC 900点を取るまでに一度も顔を上げて大学に到着したことがありませんでした。いや、どういうことかっていうと、本を見ながらひたすらイヤホンをつけてブツブツ英語を言ってたので、顔を上げずにずっと周辺視野だけで歩いてました。正直何度も事故りそうになりました。今思うと完全に変なやつ確定で、これは危ないから絶対に真似してほしくないんですけど、でもこれぐらい TOEIC の勉強をしていました。少し話が脱線してしまったんですけど、この3ヶ月で英文法、基礎単語、基礎発音を習得しました。正直この基礎の文法を完璧にして、僕の英語学習は成功したと言っても過言ではありません。基礎を3ヶ月間学習した後に、今日のメインである9月、10月、11月の3ヶ月の期間で TOEIC の学習をしました。最初の1ヶ月ではこの表にある手順3単語学習試験用に取り組みました。みんなも気になる何の教材を使っていたのかというと、これは絶対みんなも知ってると思うんですけど、TOEIC 金のフレーズを使っていました。単語暗記法はこの動画で紹介した方法を使って、1ヶ月間すべて発音込みで覚えていきました。え、1冊だけでいいの？って思ったかもしれません。
れませんが、後に模試で単語を覚えていくので単語帳自体は1冊で大丈夫です。そして学習のペースは1日500単語を学習してました。1冊に1000単語あるので2日で1周をして30日間で15周はしました。正直これだけで単語帳を1ヶ月で完璧にできます。単語が終わった後の10月、11月は何をしていたのかというと、手順4の模試を解き、手順5の必要なスキル習得をしました。使った教材は主に2種類です。1つ目は公式問題集5冊と、2つ目は1日1分レッスン、新TOEIC テスト1000本ノックシリーズ7冊です。ちなみに今見せた公式問題集の写真は、皆さんが間違って旧式のを買わないように最新版を見せました。でも実際は当時の旧式の公式問題集を5冊使いました。注意点は絶対に今の形式と同じものを買うようにしてください。一応今の形式と対応しているのが6冊あるので、もし買うならこれらを参考にしてみてください。そして2つ目は TOEIC 界では有名な本なんですけど、1日1分レッスン新 TOEIC テスト1000本ノックシリーズ7冊を使いました。主にパート5、6の対策をするために買いました。これは僕が当時使っていた時の写真を載せましたが、最新版などもたくさん出ているので Amazon などで調べてみてください。まずは公式問題集を使った学習法を紹介します。ステップ1は時間を計って解く。ステップ2は単語と文法をすべて復習する。ステップ3はトレーニングをする。僕はステップ1で問題を解いた後、ステップ2の復習で1つのセットをだいたい3日間ぐらいかけて復習していました。他の人はよく答えだけ確認してあまり復習をしないんですけど、ここでは単語文法のわからないところをすべてなくします。正直ここが他の人よりも早く結果を出せた理由であり、決定的な違いでもあります。よく何周もしましょうと言いますが、これは復習を徹底的にするために何周もするんですね。決して何周もすることが目的ではないので注意してください。そしてステップ3のトレーニングは、これは少しただ復習をするのとは違います。復習プラスそれを超えるトレーニングをするんです。僕が指導しているレッスン生も驚くんですけど、僕が TOEIC 900点を達成するために復習に追加でトレーニングしたのはパート3、4、5、6だけです。もちろんパート1、2、7はステップ2で単語文法の復習は全部しましたけど、ステップ3の復習に追加のトレーニングはしていません。どういうことかっていうと、パート1、2、7はシャドーイングや何度も読むなどのトレーニングはしていないということです。 TOEIC を全く知らない方に TOEIC がどんなテストかを説明すると、パート1から4がリスニングで、パート4から7がリーディングです。そしてなぜ僕がパート3、4、5、6を特別にトレーニングするのかというと、まずリスニングのパート3、4は一番問題数が多く、求められる英語力も総合的にパート1、2よりも高くて、パート3、4を攻略できずしてリスニングのパートは攻略できないからです。逆にここを攻略できればパート1、2の難問を除いては問題の難易度が低いので正解できるようになります。つまり時間帯効果が高いんです。わかりやすく言うと、パート1、2を攻略してパート3、4は攻略できませんが、パート3、4を攻略できればパート1、2も9割は攻略できてしまうんです。これが時間帯効果が高いということです。皆さんが気になるトレーニングの方法は、パート3、4をシャドーイング、スクリプト確認、シャドーイング、スクリプト確認、これを繰り返します。通学時間、家、図書館など限られてる時間すべてリスニングを鍛えます。僕はそれぞれ各問題を最低100回以上は聞いて、問題文の一言目を聞いた瞬間にその問題のすべての英語を何も見ないで言えるくらい聞きました。これで TOEIC 学習開始3ヶ月後のテストでリスニング450点を取ることができました。そしてリーディングはパート5、6だけをトレーニングしました。パート7はステップ2の単語と文法の復習は一応しましたが、ステップ3にあるトレーニングはしていないんですね。中にはさっきのロジックで言うと、パート7の長文も問題数が多いからパート7を攻略した方が効率がいいんじゃないのって思うかもしれませんが、実はほとんど TOEIC のリーディングができない人ってパート5、6で想像以上に時間を使ってしまってパート7が終わらないんです。皆さんも時間がなくて終わらなかったという経験ありませんか？つまりパート5、6でスムーズに早く解ければパート7
も終わらすことができるんです。これ皆さん勘違いしてるんですけど、実はパート7の長文は時間さえあれば解ける問題が多くて、ほとんどの人は英語力が足りないから解けないのではなく、時間がなくて解けていません。確かにパート7を攻略すればパート5、6も攻略することはできると思うんですけど、パート5、6は対策すれば比較的早く攻略でき、パート7に比べて少しだけ対策をすれば安定して8割から9割取ることが可能になります。正直パート7は攻略するのに時間がかかります。3ヶ月でははっきり言いますが、攻略は難しいです。まとめると、パート3、4を攻略できればパート1、2も9割攻略できる。パート5、6はパート7に比べて早く攻略できる。パート7ができないのは単純に時間が足りないだけ。という3点を考えると、リスニングはパート3、4、リーディングは5、6を対策をすることが、体験ベースからも最速で TOEIC 900点を取るためには最も効率的です。続いてパート5、6を対策するのに使った教材は、新 TOEIC テスト1000本ノックシリーズ7冊です。この本は本当に分かりやすくて学習もしやすいです。目安で言うと結構ページ数あるんですけど、僕は1日1冊ペースで終わらせていました。時間を測って解き、その後単語と文法を全て復習しました。そしてトレーニングという部分で、正解したところも含めて解き直し3周、間違えたところだけ解き直し10周をしていました。なぜ1つ目の正解したところも3回解き直すかというと、瞬時に解く練習のためです。実は TOEIC では知識だけではなく、時間との勝負なので、早く解く瞬発力が大事です。なので早く解く練習のために、正解したところも3回は解き直しをしていました。そして間違えたところだけ10周するのは多いんじゃない?と思う人もいるかもしれませんが、もちろん解いていくうちに間違えるところが減りますよね。なので実は5周目とか6周目には、間違えたところがたったの10問とかになったりするんですね。だから10周といっても最後の1周とかは5分もかからない時もあります。なので全体のイメージとしては、間違えた、解けた、瞬時に解けたという3つの段階があって、間違えたものをたくさん解き直しをすることによって、いかに早く解けたという部分に持っていって、そこから数回の復習で瞬時に解けたという状態に持っていくのがベストです。だから間違えたところを全部正解するのに時間がかかるので10周くらいし、解けた問題を3周くらいで瞬時に解けたというフェーズに持っていきます。パート3、4、5、6だけ特別にトレーニングしていくと言っていますが、もちろん理想は全部トレーニングをすることが大切です。そんなことは僕自身も分かってます。ただどうしても効率よく TOEIC を攻略したいと考えているのであれば、この話は参考になると思います。最後に衝撃の学習法を紹介するんですけど、ここまで1ヶ月で金のフレーズで単語を学習、その後2ヶ月で公式問題集を解き、単語と文法を全部復習、復習に追加でパート3、4を特別にトレーニング、パート5、6は公式問題集では足りないので1日1分レッスン、新 TOEIC テスト1000本ノックシリーズ7冊でパート5、6をトレーニングした後、もう一つ必ず皆さんがしないといけないことがあります。そしてこれは皆さんが持っている疑問でもあると思います。それは公式問題集5冊の合計計10セットで本当に900点取れるの?っていう疑問です。足りないんじゃないの?って思う人もいるかもしれません。結論から言うと全然足りなくないんです。実は僕この5セットで10セットではなく100セットを解きました。え、どういうこと?頭おかしいの?って思われるかもしれないんですけど、これ事実です。僕は1セットの200問を最初に解いたものも含めて計10回解き直ししました。1セットそれぞれ10回なので5冊で10セットあるので計100回解いたことになります。今絶対あなたが思っていることが一つありますよね。そんなに解き直したら絶対答え覚えちゃうじゃん、知ってる単語ばっかじゃんって思ってますよね。それが普通の人の考え方です。そして 99% の人はそう思って実践しません。なのでこれを知ったあなたは 1% の人たちです。もういい加減答えを知っているからもう一度解かないという常識を捨てませんか。結論から言うと答えは覚えてていいんです。それぐらい公式問題集はやり込まないとダメです。なぜ覚えてていいか、それは解き方やリズムを体に覚え込ませるためです。当時の僕みたいに初心者にとって TOEIC で大事なことは、単語と文法を知っている以上に瞬時に単語と文法がわかる、解き方の流れプラス瞬時の判断ができる、この2つです。 TOEIC は1つの単語を思い出すのに5秒かかっていては知らないのと同じです。
時間切れが来てしまいます。一つ例を出します。この単語の意味、何秒で答えられますか？中には知らない人や、3秒くらい思い出せばわかる、 0.2 秒くらいで瞬時にわかるという人もいるでしょう。 TOEIC では3つ目の 0.2 秒くらいで瞬時にわかる単語を増やさなきゃいけません。そして2つ目の解き方の流れ、瞬時の判断ができるということなんですけど、 TOEIC にはリスニングのパート1の説明時にすべきこと、パート2の説明時にすべきこと、パート3、4の先読みの仕方など、解き方の流れを理解し、さらに瞬時の判断ができるようにならないといけません。正直このテスト慣れが一番重要と言っても過言ではありません。だから答えが分かっていても、単語を知っていても何度も解く必要があるんです。だから皆さんにお勧めしているのは、一度解いて復習もして、答えが分かっていてもテスト同様何度も解いてください。解き方やリズムが呼吸のようにあなたの一部になっていきます。模試を10回ずつ解いてみてください。必ず900点が取れることを保証します。今日ここまで聞いて、パート3、4、5、6を中心に学習したりなど、驚くような内容があったかもしれません。もちろんこんな方法はおかしい、全部対策した方がいいと思う人もいるかもしれません。でもそれは僕自身も分かっています。どちらかというと全部対策した方がいいと思っている立場の人間でもあります。でもそんな理想論を語るより、僕が実際に体験して TOEIC 900点を達成することができた事実ベースで話すことの方が圧倒的に価値があるんです。全部対策した方がいいよというのは簡単です。でも僕のやるべきことは、どうしたら今すぐにみんなが実践できて成果を出すことができるか、これだけです。ちなみに今日の方法は、僕のレッスン生で1ヶ月で TOEIC 100点を上げて805点にした方法でもあるので、ぜひ参考にしてみてください。ということで、3ヶ月で達成できる TOEIC 900点を達成する方法について話をしました。お知らせの後に今すぐ使えるように復習をします。最後まで見てください。こちらの公式 LINE では、僕が英検3級 TOEIC 280点の全くの英語初心者から、2ヶ月で英検1級、3ヶ月で英会話習得、6ヶ月で TOEIC 900点を達成した、僕の全てを詰め込んだ成果にフォーカスした英語コーチングを無料で配信しています。学習効率が悪い、時間がない、継続できないと悩んでいて、超短期間で超効率的にあなたの求める英語力を手に入れて、なりたい自分を実現したいのであれば、ぜひですね、この動画下の概要欄から登録しておいてください。そして他にもこのチャンネルでは、超短期間コスパ最強で英語を習得する貴重な英語学習法をできるだけ分かりやすく配信しています。だからそういった動画をこれからも見逃したくない人は、ぜひ今のうちにチャンネル登録とその隣のベルマークのクリックもお願いします。では最後に復習をして明日から使えるようにしましょう。今回は3ヶ月で達成できる TOEIC 900点を取る方法を話しました。まずは3ヶ月で基礎英文法、基礎単語、基礎発音を習得しましょう。 TOEIC の学習を始める前にこの動画を見て基礎学習をしましょう。その後は単語学習を1ヶ月間、金のフレーズを使って TOEIC 専用の単語を覚えてしまいましょう。その後2ヶ月間で模試とトレーニングをします。使った教材は主に2種類で、1つ目は公式問題集5冊、2つ目は1日1分レッスン新 TOEIC テスト1000本ノックシリーズ7冊です。注意は必ず最新版を買うようにしてください。学習のステップは、1つ目は時間を計って解く、2つ目は単語と文法を全部復習する、3つ目はトレーニングをする。注意点は、ステップ2の復習は全部のパートしますが、ステップ3のトレーニングの部分はパート3、4、5、6だけに集中しましょう。公式問題集の使い方は、答えが分かっていても単語を知っていても何度も解いて瞬時に単語と文法が分かる、解き方の流れ、瞬時の判断ができるようにしましょう。ということで、今回も最後まで見てくれてありがとうございました。もしこの動画が少しでも皆さんの英語学習に役立ったのであれば、コメントと高評価お願いします。もっといい TOEIC 学習法があるよって人はコメント欄で共有していただけると嬉しいです。次回も貴重な英語学習法を紹介してきますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。